第36期ホーセン越リーグ司会実況の日吉達也です。解説は藤崎聡、西川潤が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第36期ホーセン越リーグ第6節 B 卓3回戦当敗の開始です。第36期ホーセン越リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。3回戦はチーチャから近藤、南茶魚谷、シャーチャダンプ、ペーチャ白鳥の並びとの一局、ドラは3走です。さあ2回戦はくしくも1回戦と全く同じ着順で入ってきました。ここまで、好調な近藤白鳥、追いかける白鳥ダンプといった構図。さあ藤崎さん、残り2戦となりますが見どころいかがでしょうか。追いかける魚谷ダンプじゃないですか。なんて言いました？白鳥ダンプ。魚谷ダンプです。はい。白鳥さん2人いるのかと思ってちょっとびっくりしちゃったね。申し訳ございませんでした。失礼いたし、白鳥さんは今日は1人です。ただ今日はね、やっぱり近藤さんがどこまで伸ばすかと、ダンプがどこまで耐えられるかっていうところが焦点でしょうね。もうすでに近藤はこれ内川をかわして第5位まで上がってますね。対してダンプが40弱のマイナス。10ちゃんのちょっと上ぐらいですか。そうですね、いやこれはきついですよ。そうですね、だから第6節はまだ分かんないですけど、ここまでは去年降級した2人がフィーバーしてますね。フィーバーしてます、はい。去年ね、なんか負けた相手が強かったからしょうがないけど降級しちゃったもんね。なるほど。西川さんはい、去年こうね争ってた人が強かったわけですよ。その人と今争ってるんじゃないですか今ひょっとして。まあ争ってはいないですけど、僕はるか下の方なんで。いやその方と一緒に解説させていただくなんてね、光栄の極みです。そうだろう。ダップチャンスですね。そうですね。魚谷もねドラ統一のチャンスですが、まあやっぱりダンプが2差し含みの単品のいいシャンテン、うわードラのペンスタンスを引いてこちらもいいシャンテン、トンも出ますよねこの状況なら。翔ちゃんは馬何個年に入りましたね。おお。まあ第一だからね。まあのんびりやるぞといった感じですか。テンパイ。リーチだ。トンが1枚ある。ローソーはない。まあこれリーチなんだね。国士っぽい白鳥がいて。まあだからこれをリーチっていうのはもう打点云々の話じゃなくて、はい、どちらかといえば連チャン率を高めたリーチなので、国士がいるんでトンは厳しいかなと。はい、上がりが苦しいならみんなの足を止めて、連チャン率を高めようという狙いですね。ただね、手配的にはもうダンプ止まれないですよね。ダンプはもう行きたくてうずうずしてるでしょうね。魚谷もドラドラのいいシャンテンなだけに、はい、これはキープする。いや止まれないぞこの電車は止まれない。あ、差し子にもなった。さあこれで両天秤もう向こう水、はい、これリャンウーマンって苦しいんだよね。であればリャンウーマンを引けばチャンスだ。ダンプまだ2枚ぐらいはいますか。でもねもう行きますよ、すべて。うわ、トンだけは捕まないでほしいね、本当にね。っていうか、トンしか捕まえないのか、ローソーは捕まえないんだもんね。うわ。これでもまあ、折り合いつけましょうか。リャンウソーでリーチだ。まあ、リャンウマが薄かっただけにね。はい。リャンウソーが残っただけ、よしとし。するしかないですか。こっちであればまだ十分に上がり目があるぞ。どうだ数層隣 1,2,3,4,5,3 枚ある。3対1は怖い。3対1をダンプさん3対1を見ててなんでこんな怖いんだろうね。本当ですよ3対1もここは絶対負けちゃいけないところ。 2,000,3,900 いけるかそれとも 5,200 の出上がりか、あるいは言うのやめよう、言うとなる。これ近藤さん上がったらもう瞬間首位じゃないのこれ。パーソの間運命を握るリンシャンはダンプがパーソーの暗冠だ。さあ、いけるか、どうだ。シーソー。無理やり盛り上げてきますね。やはりアンソー1枚減った。2対1はもう麻雀やってて一番わかんないやつ。もうとにかくね、怖いしか感じないね。怖いしか感じない。不思議ですね。ああ、違う。今度あと1回。いや、積もられる分にはまだいいけどね、やっぱとにかくのがひどいもんな。危ない危ない危ない。あ、これで積もはない。いや、危ないじゃないよ。山さんのリアンソー引けなきゃ辛いですよ。つわー。配手ですか。配手。暗冠がこういう形で裏目。どこまでダンプを傷つけるんだ。6000おるってことですもんね。リーズもダブトン配手ドラ1。これはじゃあ藤崎さん。首位じゃないですか。余裕で首位です。近藤久治、恐ろしい17期生の台風が吹き荒れている今期の A2、 まさに筆頭格、昨年無念の A1 からの降級もすぐに昇級という位置まで来た。過去には方位の決定戦にも出場したことのある近藤、この第6節で大爆発、大爆発。言えました。もういい？はい。いや、疲れんのやめてもらってもいいですか？いやー、だってリャンソ3枚あったんですよ。なんで途中から流局を望まなきゃいけないんですか？大谷ちゃんいいじゃんってんじゃない？そうですね。いや、もうちょっとその話は後でもいいです。どういうことなの？魚谷メンホンチートイツイした。決めた。チートイにダンプいくか。いくんでしょうね。3層いい層もう知らんと。もうあとは前に出続ける、突っ張ることが俺の人生だろうと。うわ、いいぞ、言ってもおかしくないね。いくかな。どっちもションパイでしたが、何をいく。まあイーソーはイースソーがあるからね。まあただちょっと危ないは危ない。危ないですね。街は良さそうですけどね。仮に魚谷さんが追いついてきたら本当に寒いですよね。なんかね。やめましょう。やめましょう。人玉の話ですから。そう、本当にね、なっちゃうんですよ、怖いことに。とりあえず流派はない。流派はない。これだって現物の難を切らずに無筋バキバキ切ってますからね。恐ろしいですよ、本当に。恐ろしいですね。恐ろしいですよ。でも何としては1枚ずつ切れてるから、どっちか重なったら流派切るよね。1枚切れてる方でもあるでしょうからね。はい。あいそうでもおかしくない。おかしくない。いいそうだ。ここはダンプの上がりとなります。久々の上がりに見える。傷ついている、ボロボロに傷ついているダンプの上がり。リーチドラ1、2600の一本場、2900の上がり。魚谷さんの数万切りも面白かったですね。30目のね。そうですね。チートに決める形でね。ドラが3万ですから、3万とかくっつくとめちゃめちゃメンツ手にね、強いシャンテンだったんですけど。ですよね。よっぽど自敗に自信があったんでしょうね。まあ実際いましたけどね。そうですね。トンの2曲親は変わって魚谷です。ドラはチューン。おダンプいいぞ。いつもが絶好の3走。そして今日ここまで2連続の2着。非常に落ち着いた戦いを見せているハッピーバースデー白鳥。今度は白が統一です。決して笑わせようと思ってやってるわけじゃないですか。そこだけは誤解を。なんだろう、誤解はしていただきたくないところですね。なるほど。さあダンプ、頑張ってほしいですよね。そうですね。まあさっきの上がりがなんかちょっと調子が上向くとか、そういう感じには私的にはちょっとあまり見えない感じだったんで、何か一発決めたいですよね。なんかそういう意味では2回戦のトンの一曲の関数マンなんていうのは僕にはきっかけの一つになり得るんじゃないかななんて思った上がりだったんですが、私もそう思ったんですけどね。近藤さんがすごすぎますよね。あ、違った、その前に魚谷さんがすごかったんですよね。そうなんですよ。9万の時はあれ白鳥でしたっけ？白鳥でしたね。そうですね。で羽マンを積もって、魚谷さん2600ホールですか？圧勝かと思ったら、そっから近藤でしたね。何が起こるかわからない。さあ近藤、これは本一を見ていくか、それともチートイツという格好か。勘介は何歳になったんですかね。全然関係ないけどね。急に来ましたね。勘介ですか。まあ来期からね出てきますけど、瀬戸ちゃん4級って言ってたもんね。長く活躍してるからちょっとなんかわからないですけど、若いですもんね、相当ね。まあまあ若いと思いますけどね。あ、杉浦ですか。はい。うん、そうですね。はい。瀬戸熊さんじゃないですよ。30は30なんですよね。ちょっとね。すみません。はい。まあその辺ってことですね。81年生まれだそうです。ほう。すごい。38。ってことかな。あ、じゃあもうほとんどみんな同世代なんだね。内川勝又とかね。そうですね。うわ、チンツだ。行くぞダンプ。統一系の手に、まあ梁平光チンツのイシャンテンですね、これは。数層チーしない。ちょっとしづらいですか。心臓やっぱり泣きやすいのが続くか続かないかで全然違いますもんね。近藤さんテンパイ。近藤のテンパイはパーピン短期のチートイツ。パーソーがちょっといらなかったけどしょうがない。本当にこういうパーピンは良さそうに見えますね。置けるのは魚谷ぐらいですか。いや、チーピンがないですからね。折り打ちまであるんじゃないですか。あ、本当だ。いや、もう今度これ変えなければ上がりがかなりありそうだぞ。自身の目からチーピン4枚見えましたからね。ドラとか持ってかない限りはこのままいきそうですけどね。確かに。あ、ここでパーピン9ピンあるわ。パーピン9ピンが普通ですね。パーピンだ。近藤が支配し続けているこの第6節。近藤時代の幕開けでしょう、これは。いや、ただ魚谷さんもね、幕は打ってますけど面白くないですね、この時はね。決して面白くはないぞ、これは。ちょっとダンプの不幸ばっかり目立ってますけど、その陰に隠れて魚谷さんは面白くない展開だね。首位スタートしてますからね。そうですよ。なんなのよと。ファインプレーも多々ある中で。そうですね。2回連続沈みですからね。まあ相手の力を認めざるを得ない部分はあるにしても、ちょっと恵まれてない展開が多いです。そうですね。ただ今日魚谷さんずいぶん打敗っていうかその曲によって強弱つけますよね。踏み込むとこがっつり踏み込みますからね。なんか基本的にほら読みが得意な人なので、おりゅうだけなら苦労しませんよっていう打ち方でいつもパンパンに持つことが多いので、ただ曲によってはね、随分ゆったりする曲もいっぱいあるし、今日は、随分メリハリつけますよね、曲によって。これは何なんでしょうね。何なんでしょうね。どういう理由でこれだけ強くいく曲とね、ゆったり構える曲と。そこの判断基準はちょっと僕には分かんないですね。さあ親番のダンプ、まあ手は悪くない。しかし三者もそこまでは悪くないぞ。こちらが白鳥、そして近藤は白が統一になっています。そう引いてあっという間のポンテンは取られそうです。白がどこに行くか。ダンプ頑張れ。ああ、白鳥も着々と、うん、ただ今日の近藤さんだからね、おそらくポンテン取ると思うんですけど、取ってもらった方がいいかもしれないね。ウープインとハクの3本とかの方よでリーチとか言われる方よっぽど怖いもんね。さあたまらずダンプは仕掛ける。ここは単葉でつないで連チャン狙い。怖いな。あれリーチ来そうじゃない？だってリアンゾーとか引いたらね。思いっきりきそうです。なんか予言したかのようにリャンゾーが来ましたね。言うとなるんですよこれ。そういうね部分あるんですよマンションって。ああそうなんだ。じゃあこれは上がれないですよこの白とピンはって言えばいいのね。今のは嘘で言ってるやつなんでやっぱバレてるんですよマージャンの神には。ダンプパーマンすごいとこ。てかもう手が手ですもんね。手が3ピンポンチーソーパーソー頑張ろうビシ。これはさすがに勝たせてあげたいけどチーソー1枚1枚、ローソーチーソーですね。ローソーチーソーチーソー1枚ローソーでも結構ある3枚ローソー2枚、2枚、白は2枚とも山ウーピンは1枚3対3。ただウーピンは1回切り返せるそうですね。だけど3対3じゃ分が悪いな。だって3対1で6000俺引かれてるんですよ。3対1で6000俺引かれてて、まあイメージだけで喋りますけど勝てるイメージ全くないねラップはね。これで一応チーソーが筋になった。あチーソーあるねこれ。数層ですか。あチーソーあるかイーシャンテンキープか。ありますね。ただ今日は丁寧だからな。そうですね。ちゃん、リャンピンもありますか。ノーチャンス。いやもうやめちゃって現物とかってもうないとは言えないですよね。リャンピンよりはチーソーの方まだ打ちやすそうな気しますね。リャンピンの方だ。ってことはチーソー危ないってこと。ただウッパーソンないもんね。ウッパーソンゼロだから引かないんだよね。ありゃあ。でリャンソーもなくなった。だからこの手は前進しないんだ。なのでやめそうですよね結局。白だ。あこれは打たないね。で何でやめるかですよね。現物の数層。今日はなんかもう本当安心して見てられるもんね。打つ気がしないもんね正直ね。お。テンパイか6級層肩上がりウッパーピンはチーせず。一応枚数1枚多くなった。これでまた一緒になった、ね、またイーブン2対2。ただウーピンは1回フォローできるんです。うほそっちですか。またテンパねするやつですね。リーズもドラ11300、2600。ダンプには何をやっても活路がないのか。逆に近藤、これはもう今日行けるとこまで行きたくなってきましたね。しかもダンプの目線で見てさ、はい、近藤さんウーソーあんこなんですよ。はい、ダンプローソーチーソーの街で待ってるんですよ。ウーピンとハクのシャンパンに負けたらげんなりするよね。げんなりです。賛成します。いやーこれは辛いぞダンプ。そしてルンルンは近藤、ドラはウーマン。なんかダンプさんが大変すぎて、はい、あれですけど周りも相当大変ですよね。いやー大変ですよね。あれ今すごくなかった。すごいです。あ魚谷もすごいよ。あこれは3人いい2人か白鳥と、近藤がめちゃくちゃいい。ああリャンゾー一回もうゆったり。大谷はちょっと面白そうだ。なんか近藤さんの今のなんかね、今日はどう打っても上がれんでしょと。だったら高くしようかなみたいな。なるほど。イメージだもんねもうね。へいへいっていう感じですね。3万残すと。ビッグチャンス。いやこれチュンでなくてよかったね。このダンプからポンしたかもしれませんもんね。パンパンに受けた。ただこうなると近藤と魚谷が来るぞ。白鳥ドラできれば面前で何のポンテンは取らず。うん、こうなると何本あるかなと思ったけど、とんなかったですね。とんなかったですね。ちょっと一瞬指動きましたけどね。動きましたよね。はい、一瞬ね。珍しく迷いましたね。うん、どうしようっていう中で息を、まあ、声を飲み込んだといった印象。っていうことはリーチに行きたいってことですよね。行きたいんでしょうね。リーズもチュンドライチ。はい、うん。だからまあウーソーの方に両面でくっついてもリーチでしょうね。1326。うん。さあ何を引く。ウーマンとか引いたら闇手ありますか。つもり三暗行の難が狙い目みたいな。とかな、大谷さんだとリーチって言ってもおかしくないな。てか馬って全部山じゃないの？これさっきやったじゃないですか。タンヤオトイトイさん、タンヤオ三暗行ドラさんっていうチーピン、再現なるか。大馬引いたらめちゃめちゃ強いですよ。こっちつまぎたい、つまぎたい。うわ外した。これはあるぞ。これはある。チャンスある。俺テンパイ取っちゃいそうだな。西川さんどうでしょう。西川さん外すな。私は外しますけど、藤崎さんは外すに一票ですもんね。僕はどのみち何を引いてもリーチの体制じゃないので、なので意外とテンパイ取ってつもりさんあんこの変化マッチみたいな。の方のが有力になる。まあ隙なくってことですよね。あれウーマンに例えば数万ローマンくっつけてリーチしたいっていう人は崩すんですよね。なるほど。打点が全然違うんでね。したいです。まあまあまあ。これで止まるは取るもあるってことですか。はないでしょうね。うん、はい、ただ縦重なりを見て3度2枚切れてるから嘘よりいいかなとかじゃないですか。うん、追いついてきた。追いついてきましたよ。まだアンシャンテンダーでも。これが好きにならなければいいが、チートイツのいいシャンテン。一旦数ピンウピン、いやもっとチートイツもっとチートイツです。あ、これウーソー、すみません、数層3層切ってますけどウーピンつもぎりましたね。いいの切りましたね。さあ白鳥イーシャンテン、この形だったらドラがなくても十分ね。あ、白鳥さんね、ただりあんピン切られたね。ずいぶん切られたね。あ、そうでしたね。ずいぶん切られてます。ということはこれでピンフで折り合いつけますか。ちょっと不服ですけど3ピン切りになりそうですよね。ウーマンの受け入れもあります。キャー。打点の方。あくまで。いやそれこそ白鳥さんは3ピン切りそうなイメージがありましたけど、なんか一味二味違う感じも。こうウーピンあと1枚しかないんですよね。リャンピンって。ダンプがリャンピンと一なんですよね。じゃあ先にウッパーマン引いちゃいたいですね。うん、そうですね。そしてピンズでもう一回ジャントを作り直す。ソースでジャントできたら結局マリアンピンですもんね。来ないね。まあね、まあそんなにくっつく牌じゃないですからね。まあそれは重々分かった上でやってると思うんで。はい。いやイライラしちゃう。ただウーマンが減ってないからね。1枚減りましたね。1枚減っただけなんで。できたらすごいですね。ウーマン引けばいいんでしょ。そうすると何も残ってるしね。ああ、翔ちゃん形決めた。これでウーマンが受けられない。転敗、どういうことなんですかね。ウーマン短期、あ、これで取る。まあ数万個変化ありますもんね。カンパーピン、あ、9ピンいますね。1枚何も1枚ピンはないですね。はい、9ピンと何が1枚ずつ。あ、これでローマンなくなった。ローマンなくなった。近藤さんローマン。チーテンリャンウピン。ローマンだいぶ打ちづらいでしょうからね。ドラそば。ただ狙い目になった時どうするんですかね。白鳥数層入ってた。数層も良さそうだったけど、まあもうこれ受けてるのかな。パーピンもないんだね。だからスワンコとかに変わらないと。あれポンはしないでしょう。もう多分ね、テンパ入ってますからね、大谷さんね。ってことはスワンコに変わらないと上がれないってことですか。なるほど。あ、これ持ち返しないんだ。あれ、これ持ち返せればどの道ダンプにテンパ入りますね。うん。うん。切らないか。ああ。テンパさせてくれない。まあ K 点ですから一番安全な牌を選びたかったわけですよね。もうそれがうわっと変わったよ。ツモは1回あるんじゃない？ 9 ピン1枚あるよ。あると。あるあるある、9ピンある。あれ？魚谷復活の数暗行背底にあるぞ。13分の 1？ うわある。うわあるよ。9ピンあるよ。見届けましょう。9ピンあるよ。うわ。シーソーでした。白鳥さんどんな顔するんですかね。あ、ちゃんと抜いてくれました。その誕生日プレゼントはいらないな。いらない。いらない。顔ですね。白鳥近藤魚谷の3人転敗、1人の汚点の K はダンプ。翔ちゃんも数ピン切りづらいと思えばね、ダンプもテンパ入るんだけど切ってくれないもんね。そうですね、数ピンの方だもの。2ピンでも3ピンでもポンテン入るんですけどね。ただポンしてチュンを切ったかどうかはわからないですけどね。さあトンの4局一本馬、白取り手は悪い。近藤はチュンが統一、ドラ3ピンもこれで使いやすい。さあ魚谷はどうだ。メンツなし、ただ両面豊富、ダンプは悪すぎるだろう。一メンツあるのに悪い。ねえ、あれでスワンコーチ持ってたらすごかったな。すごかったですよ。俺がやってれば七頭さんなのに、魚谷さんがやってると8,16000になりましたみたいなね。でも七頭さんの方が良かったですね、結局26のね、結果はね、ですけどね。ただリーチを基本にしてるプレイヤーはあれはテンパイ取らないですよ、基本ね。さあ近藤が早くもいいシャンテンです。本日ここまで2連勝を決め、この3戦目も早くも持ち点は5万点超えもうまあまあやりたい放題に入ってますからね。いやー、ポンテンダーカンパーピンやりたい放題ですね。ポンしてよし、チーしてよし、リーチしてよし、闇点してよし、何でもよしの近藤久春。ただこのカンパーピンはやや厳しく見えるぞ。残り山には1枚また追いついてる人がいないからな。ある程度は一人で、あ、なくなった。そして出る形ではない各社。まあ、ワンチャンダンプは危ないかもしれないけどね。危ないかもしれない。これね。これで一通の方になってくれればいいけど、あれでペンチーマンとか引いたら激危ないでしょあれ。8から先に捨てちゃうまで。いや現状は大丈夫ですよ。やっぱ一通見てると思うんでね。チーマンとか引かない限り、うわ、しごろになるとかね。もうダメですよ。二人で言うからさっきからなるんですよ。怒られますよダンプさんのファンに。いやいや私ダンプさんじゃないですか。いい数層、いい数層です。いい数層は高めが単野ですが闇点ですか。うん、やっぱり近藤さんの親っていうのが大きいんじゃないですかね。親は白鳥ですね。あ、近藤さん親じゃないんだ。親じゃないです。はい。なるほど。翔ちゃん親なんですね。うん。でもまあちょっとニュアンスは一緒のつもりなんですけどもね。近藤さんの仕掛けを評価してるっていう風があるんじゃないかなと思いますけど。で近藤さんの支配に理想があるからと。で数層も数字ですもんね、うん、かなり拾いやすいんじゃないかって判断で、うはー、ドラもシャーっと切ってきました。本当に怖いんですよ、やられるとこれはもう間違ってもリーチって言えなくなったね。いや数層危ない。いやパーピンも危ないんじゃないですか本当に。ただドラ切られたんで、もうウッパピとか切らないんじゃないですか。白鳥言いそうだ、はい、安めでの決着、いやまたただ近藤さん捕まえたのは大きいんじゃないですか。まず1000点とはいえね。そうですね。ただ近藤さんで OK ってな感じしますよね。ピンフ1000は1300の上がりとなります魚谷。近藤さん捕まえならリーチだったよみたいなね。まあ間違いなく打ったでしょうね近藤さんもね。でもドラでやめるんじゃないですか。ああ、そうかもしれないけどね。さあ、難入となります3回戦、難の1局、ドラは白、親は近藤。まあ何度も言う通り、本日の近藤は今のところ誰にも止められない、A1 すぐの復帰に向けて、この大事な第6節いい、1日さんが丸見え、はいまるっと見えております、白鳥、これは魚谷がいいぞ。できれば高打点で決めていきたい。ただ1-1っていかないと打点的にはだいぶ不服だね。この1はもういらない。そうですね。3つもぎりでもいいぐらいですか。うんお白鳥自敗打たずですか。中チャンパイの数ピンを打っていきました。チートイっていうことなんですかこれって、白鳥の狙いとしては。うんそうなんですかね。メンツのためにはかなり重要な数ピンを切っていますからね、はい、ここで2枚切れのチューンとしました。あとは親にファンパイは打ちたくないという、うん、絞りの意味も込めて、自分の手とのバランスでそういうのがあるのかもしれないですけどね、はい魚谷はこれはもうかなり3色に気がありそうだ。ウーピンを切ってきました。ほら、いい漫画ね。あと1枚しかないんですよね。今度白鳥さんスワンコありそうですねチャンスがね。ありますかね日吉さんのセリフチャンス。ほら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 、あ、日吉さんのセリフチャンスがやりにくいチーソー数万発え全山数万1枚だけ持たれてるだけ。あ、本当だ。これじゃあ何待ちになった方がやり言いやすいですかチーソーと初ですねわかりました。結構本当ありそうですね。いやこれ本当にありえますよ、ただ白鳥は泣いちゃうんですよ出たら。じゃあ泣かなかったらまた一つあれですね、ポイントですね。今日ねゆったり行くところもあるんで。そうですよね今日ゆったり行ってますからね、ああ北魚谷もいいシャンテン両面三面ちゃん、いやいやいやありえるぞありえるぞ白鳥。さあ本日8月27日をもって33歳の誕生日を迎えた白鳥。ああその前に魚谷だ。高めのイーマン引いたぞ。4枚目のイーマン引きましたね。イーソーは2枚あります、ね。2山、イーソー2山。数層ない、リャンゾもないんじゃないのこれ。リャンゾ掴んだ、これ打っちゃうよ。ワンチャンスよ。見逃すはないですか。周り、ちょっとドラハッカー見逃しはないですね。リャンゾ打たれる前にイーソーで決着つけれるか。素晴らしい。素晴らしい。魚谷はやはり復活の女王なんです。こういう劣勢もしっかり跳ね返す。リーズもピンフ3色2戦4戦のつも上がりで、この3回戦も一旦浮きに回りますよね。こっからです今日の歌に。こっからかっこいいね。これをね原点割らされる展開になっちゃうからきついんですよ、近藤がいるだけに。しかも今ちょっと遅れると翔ちゃんスワンコテンパイしそうだからね、リアンド出ちゃいそうだもんね。そうですよ13本猶予はなかったですよ時間の13本。俺も売っちゃえばよかったって思ってますね多分何がプレゼントだよとリャンゾーで、あ、リャンゾープレゼントだなそういう意味では。あそんなプレゼントいらないでしょ安く済むチャンスあげるねって、2000点積もられるより1300打った方が安いでしょっていらないわそんなプレゼントいやでもまだね浮き取るためには足んないね。ちょっと心もとないですかね。今局はみんな手があまりよくありません。でもなんかあれじゃないですか、近藤さんから1000点上がって、はい、近藤さんの親番で漫画積もってってなんかちょっと変わったようなね、じわりじわりと雰囲気はあるかもしれないですけど、魚谷さん今局はパンパンに持ちましたね。そうですね。おっとこれで9ピン切り。パンパンね。まあ親番だし何局、まあそうですよね。比較的親番っていうのが一番大きい理由ですかね。だからさっきの2回戦のオーラスで3万1500点から魚谷さんトイトイ行きましたよね、はい、あの辺りが今日のどういう取り組み方なのかなっていうのがちょっと私には分からないので、このあとどうやっていくのかちょっと楽しみですね。近藤さんもまたチートイチやってたんですね。チートイ好きなんですよね。まあそれは前から好きでしたね。そうですね、近藤スペシャルって基本的にチートイチのことですからね。A1 でやってる時不思議でしたね。僕もね、なんでわざわざダブトン短期でチートイドラドラリーチするかなあれですね、ダブナン短期でなんでわざわざチートイドラドラリーチいくのかなみたいな、全部積もってましたねあれはね、 A1 でやってた時はね。さあ来た即リーチもありそうないか、ここは外す。さあすでに近藤がチートイツイシャンテン、魚谷はテンパイを外していく。ドラが1枚、リャンゾーも1枚、26ホールはだいぶ厳しいですか。そうですね、起き上がりになりますよ。あ、厳しい、ちょっと無理そうってことですね。うん、確かにダンプは白を仕掛けてこの形、まだネック2つ残り。翔ちゃんドラドラなんだけど全くまとまんないもんね。うん、仕掛けるのもちょっと難しい手ですからね。やっぱりあれですね、大谷さんは近藤さんマークなんですね。今 E マンと9走両方不要配を相当慎重に選んでたんですけども、近藤さんの方を意識して安全牌を残してるっていうのが見て取れますね。なるほど、ダンプがね、ああまた外した、はい、ダンプが4枚目のカンチャンを入れてテンパイしたんですけど、カンリャンソを引いたダンプでしたね。カンチーピン待ちのテンパイです。そして近藤が難を仕掛けてメンツテに向かってイーシャンテン、ただイースソーがもうほとんどないですからね。なるほど、うわこれで復活チーソー、わこれは抑え込みいった。近藤さんは引きそうですよね。うわいったよ。ダンプが引かなそうなんですよね。チーピンがあと2枚、チーソーも、まあ、そこまで多くはないぞ。チーソーが1枚、スーソーも1枚かな、2対2、いや枚数ってチーソーですって。いややめるパーやります、パーピンか。うわ押し切りましたね。いやーダンプにはどうしてこうも当たり牌が舞い降りてしまう。リーチピンフ2900の上がりとなります。なんかね、足止めリーチまで読んでたね、しっかり戦ってるんだけど当たり牌持ってきたら意味ないもんね。そうですね、しかも戦う理由ができちゃってるんですよね。チーピンは現物の現物じゃなくて筋ですごくいい街なんで、押したくなってしまうような。いや僕はそれがいいんだと思うんですけど、なんかどうすればいいんですかね本当に。悪魔に背中を押されてるんですよ、はい、悪いやつに。だから分かんないですけど、僕なんかは意外と仕掛けた時は戦いませんね、やっぱりね。泣いて戦うのはちょっと分が悪すぎるなっていうね。面前で入った時はね手格好によっては戦いますけど。ってことはそもそもあんまりああいうああいう人はおかしいですけど、最終形が伴わない仕掛けはしないっていう感じになる。そうですね、ポンテンチーテンじゃないとほとんど動かなくなりますね、こうなるとね。こういう例えば白の統一とか見るとね、はい、1枚切れると安全牌かなみたいなね。おーなるほど、だから泣かないよと、はい、っていうイメージにはなりますけどね。勉強になります。まあ西川プロはそういうタイプじゃないんだよね。いやでも勉強になりますね。やっぱファイターはファイターとして戦わないとね、多分手が伸びてこなかったりいろいろあると思うんでね。さあ魚谷が早くもイーシャンテンですよ。白鳥も白ポンテンのイーシャンテンですね。ただこれね難しいですよね。白桐生経路も残したいですもんね。ちょっと3色の休み引いたんでね、はい、難しくなりましたけど。天敗ここは打点が見えるから足止めじゃなさそうですね。チーピン切ってしごろとドラ回り、ただ町はピンズが一番いいんですよね、多分大谷さんの頭の中ではね。取りますか、一回取るも当然ありますか。チーピン切って外す、ただ想像がちょっと変わるとね、差し駒しごろもどっちもあるんでね、まんず決めづらいですよね。まあ決めるなら当然3枚しか切りようないですけどね。マンズの伸びも殺したくない、いろいろ一丁一短あります。これはテンパイですね、ドラ切りのテンパイ。チーマンは場に2枚見えています白鳥。これも取らずもありますね。白で取らずだ。ここは大物手を狙っていく。1万ね、ドラ表示と1枚切れてるから取りたくなりますけどね。これは3万があるか。いやー、大物手狙った1通と3色。いや、チーマンはチーだぞ、これも。さすがに切らない。一瞬切りそうでしたけどね。うん、ああ、白並べるんですね。ということは、ソーズの上を引いたピンフのテンパイを取ろうということですね、これは。取らないかな。うわー、ナイスですね、これは。うん、パーマンがあれ二山。魚谷の3ピンが出るパターンはほとんどないですか。うわりゃ、パーピン3000、6000リーチあるのか。ピンズめちゃめちゃいいですね。いった。うわ、すご。これ積もられたら魚谷さんまた沈むんじゃないの。しかも積もられそうなね。七山。七山。七山なんてありえます。そんなことはないですよね。リアンパーピンですよね。あ、本当だ。そうですよね。はい。七山。七山です。しかもね、向かう人がいないから、ほぼ積もになりそうですね、上がりるとしたら。まあ、魚谷さんがこれチーズを急走引いたら危ないよね。危ない。ね。一回数万か、ドラ受けもある。まあ、これは仕頃の3色があるので、本当は1万切りたいかもしれないですけど、数万になりそうですよね。現物ですからね。いやー、白鳥超ド級の勝負手。面単ピ、まあ、白やっぱ統一落としがめちゃくちゃ引っかかるんでしょうね。どういうもんだと。これは何を考えてるんですか。3ピン切りとか。これでウーピン切ることは多分ないと思うんですけど。チーマンやっぱ切ろうとしてるんじゃないですか。切りたいんじゃないですか。ただ数ピン2枚切れか。パターンを考えてるんですか。チーマンがロンって言われる。あと打点ですか。あ、ここは数万、3万が振り点じゃなければね、ウーピン切りとの比較かなっていうのもあるんですけどね。はい、七山だぞ白鳥。君は今日誕生日だ。33歳の誕生。うわ、ドラ。まあ、ただ逆に良かったんじゃないですか。ウーピン切手の全敗ですからね。これ3ピンですか、こうなると。まあ、3ピンになるような気しますけどね。3ピンになりそう。ウーピン切りももちろんなくはないですけど。なくはない。さあ、どうする。やっぱり白統一落としは相当高く見えるんで、やっぱ3ピンですね。で、急走も結構なくなっていつも難しいんですよね。そうですね。ちょっと手の価値がだいぶ下がってますね。こうなるとべったりやめる手もある親番ですが、ドラ持ってきたりするんですよね。で、誘われて関数ピン2枚切れ。パーピンとかもすごい。いや、どういつまでやってるの。七山ですよ、変わらず。だって誰も持ってこないから。さあ、パーピンだ。これでもうこの手はダメだ。上がりは難しい。残りたった6枚ですか。たった6枚です。たった6枚とか言ってみたいですね。あ、5枚。たった5枚ですよ。4、たった4枚ですよ。カウントダウン始まりました。いや、これ4はちょっと心もとないですよ。大丈夫でしょ、誕生日ですよ。いやいや、これ4までいっちゃったら心もとない。3、あれ3は寒いね。いや、もう4はもうね、心もとないパターンのやつです、これは。あと何回 ?2 回。うわ、しかもね、ピンズがいいって読み切ってのリーチなんで。うわ、あれや。いや、だけどこれ魚谷からしたら助かったかもしれない。3000、6000親かぶりがだいぶ可能性低くなってきている。しかもね、リーチしてなければ打ってた可能性が高いですからね。まあ、誰が最初に打ってたかわかんないですけどね。うわ、あれ、もうちょもないんだね。うえ。どうしても誕生日プレゼントを渡したくないんですかね。神様意地悪だね。これダメ。これ筋の方は選びますよね。両品ダブルワンチャンスなんですけど、3品にリーチなんで。あ、詰まってますか。両品打つことないですよね。筋は何になりますか。ロウソウじゃないですか。まあ、チーマンの筋はやっぱドラパーマンですから。そうですね。チーマンは選びづらいと思うんで。それからリャン三尊が早くてワンチャンスのリャン尊、うん、あ、リャン尊もダブルワンチャンスですからね。リャンピン選ぶことはないですね。チーマンだって。うわー、いずれにしても白鳥にとっては超勝負のリャンウッパーピン。山七がなんと積もれず、誕生日じゃないの？誕生日じゃないのかい。誕生日じゃないとかびっくりしますね、逆に。いや、実はつなぎましたみたいな。びっくりですよ。びっくりすぎる。うわー、きつ。まあ翔ちゃんくらい読みが効いちゃうとリーチですよね。まあ大量に実際ありましたからね。白鵬統一落としから絶好の変化で、パーマントのシャンポンからリャンウッパーピンも、これを上がらずしていつ上がるようなテンパイでしたが。無念の流局。俺みたいに山読めないとね、闇手になるから上がってるんだけどね。さあ近藤は数層つもぎりですよ。魚谷は白が統一で9層が暗行。解説してる先輩無視ってのはどうかと思うんですよ。まあただここからですね、残り最短2局、まあ、はい、まあ白鳥はね親が残ってますからまだ可能性ありますが、ダンプですよね。この親は絶対離したくない。これだって100負けちゃいますよ、このままいくとね。現状 15.6 23.6 90近いですもんね。いやー、魚谷としてはこの半チャンまずはしっかりやっぱ原点キープして最終戦につなげていきたい。魚谷さんはなんかもう展開的にね、難波の後半に沈みに回されるケースが圧倒的に多いので、ここは浮いておきたいですよね。そうですね。これ沈むようなの本当にきついな。まあ、今よく耐え抜いた一局と言えるでしょう。一気にきましたね。そうですね。なんかね、いかにも積もられそうだったもんね、36000ね。ということはこれ今白ポンテになりました。まあ次2枚目ですもんね。ドラ切りとなりますが、まあ、次は取るでしょう。ゴロチが見えるぞ。水入満、リャンウスパーソー二度受け、はい。ローマンが振り点なんですよね。あ、なるほど。ドラ切り。いっぱいに構えました魚谷。まあ、ただこの白がどこまで引っ張られるか。名本チートイツに向かう白鳥です。魚谷これ役なしのテンパイ、例えば E ピン引きなんていうのはどうなんですか。リーチもあるんですか。どうなんですかね。ただマンズが強いっていう理由でリーチにはなりそうですけどね。ああ、これリーチか。ウーピン切るなら黙ってんですね。リーチ打つならリアンピン切りますからね。あ、じゃあ白鳥さん追いつくと面白いですね。ほう。この後打ちますけど。ただウッパーマンってまた数えたくないくらい強いですからね。さっき七山を積もれなかった白鳥にはこの5に及んで当たり牌が一発で飛んでくる。6山でしたからね、今回ね。6山、誕生日じゃないけど積もるか魚谷。ウッパーマンです。しかも綺麗に皆さん使えない形になってるのね。どうなんですかね。まあ普通は上がりますよ、6だ7だあれば。まあただ1枚減ったんでたった5枚しかないですよ、もう。いやまたカウントが出ましたね。魚谷の上がりです。リーチ1300は1900の上がりとなりました。自分の七山積もれないのにひどいよね。人の当たり合いは一発ですもんね。ひどすぎる。よくあるけどね、よくあるけどひどいね。かわいそう。ちょっとなんでそのテンション低いですか。いや誕生日なのにかわいそうだなと思って。さあ、3回戦はオーラスですね。何の4局。親は白鳥です。大谷さんのリーチ判断ってのはやっぱりすごいですね。まあ逆なしとはいえさっきのリーチしない人も結構いると思うんですよ。その行くしかないランプさんのね親番最後の親番、はい、怖さはありますよね。そういう押し返される怖さは、ああここはしっかり、あただドラドラですか、うん、何役はあシャーチャですもんね。シャードラドラ仕掛けていきます。ただ白鳥もドラドラですからね。落ち着けひよし、はい、ありがとうございます先輩、はい、あげシャーチャーじゃなかったらびっくりするこんな形、うん、解説できないもん。そうでしたここは123もあるが、いやーちょっともう一度考える。ただ今日の翔ちゃんは本当に打点寄りだね。うわいいピン。ああそうですね、うん、本田さんも相当形いいですね。白鳥さんここでちょっと頑張りたい。絶好の3走がなけた。ただまだネックは多い。ただね翔ちゃんからするとドラドラですからね、あの1000点の逃げ手にしか見えないはずなんだけど、大谷さんにもドラドラ入ってますからね。近藤もこれはリャンシャンテンか初はポンするのか。2人がかりで攻めていく手もあるが、サダンプイーシャンテン、ここで3色は見切る、はい、近藤がイーシャンテンになります、はい、初ポンテン取りますか。カンパーマン打ち出す牌はチーピン、うん取るんじゃないですかね、うん、ああチーだタンヤを。無理くりですけどね、うん、ちょっとスピード的に間に合わないと、うん、とにかく手をなんとか伸ばしていこうと、はい、ダンプはこれメンタンピンイーペイコーのイシャンテンだぞ。ただドラがねないんだねサブロスを受けは目いっぱい。いやー辛いな、大変だ。辛いですね。うわーさらに1これでくっつき、まあ近藤もこれまあ白魚谷はあんまり絞んないような感じなんですかね。もうそうですね、はい、このチープも通ってませんからね、うん、さあこれで追いついてカンパーマン、うわー来たぞメンタンピーペイコー30006000があるが、まあロースは実はない。3走は1枚。なんかみんなね今まで7山だ5や6山だって景気いい話してましたけどね大不況です、はい、ただないわけじゃない現物待ち。たった今通ったローマン、うわローマンだよこれ。あしかも目立たない。あ近藤だ、まあ魚谷原点はキープですね、はい、はい、近藤の上がり初戦点の上がり、ダンプは最後まで実りませんでした。さあ、3回戦が終了しました。3連勝です。トップから近藤、続いて魚谷、白鳥、ダンプの並びで終了しました。続いて4回戦です。